生劇場、はい、このチリンボーってお店はね、あの椎名誠さんが、店名は出さないけど、あのよくエッセイとかに書いている、結構有名なお店です。じゃあ美味しいんですね。美味しいですね、誰も来てない。あ、そうなんです。はい、わかりました。今回 の、 あの海のサーカスを、ずっとバックアップしてくださって、なんと受付にまで毎日いらしたという、戸田山文明さんです。よろしくお願いします。ウシンは戸田山さんとは何度も芝居、一緒に組んでやってて、来年も戸田山さんが恒例にしている夏の花園野外劇で、新作を書いて、それを、これの20世紀少年少女小歌集、小歌集ですね。タイトルだけはもうできてるんですね。はい。そのプロデュースをされるそうです、そうです。椿組の戸田山文明と申しまして、毎年あの新宿の花園神社でもうずっと18年野外演劇を続けてまして、夏の7月はもう恒例行事になってまして、でうちはもう役者集団なんで作家は常に人を頼んでまして、で今年はあのカムカムミニキーナの松村武って若いの で、はい、で去年はあの水谷隆二とか、はい、で5年前にもあのチョムシに頼んで、あの小さな水の中の果実っていうのをやって、まあ、それも再演もやったんですよね。でまた久しぶりに一緒にやろうということで、夏の野外に今仕掛けてます。今度は石田恵里さんも出るんですね。はい、ちょっと女優陣も充実してしてますね。年寄りが多いんですか、まあ、でも石田恵里、キムジャーからリブレー戦の伊藤由美子、はい、それからベテランの田岡美也子、うちの鳥居忍とか、まあ、あの大体話はできてるんですけど、4姉妹の話なんですよ。4姉妹がとあるこう集落の中で、まあ、向こうへ行こうという、いやここに残るというようなね、うん、じゃあ、あのこの前のこの島の話と島の話続編みたいな、いや続編ではないんですけどね、やっぱりそういう家族の話です。戸田山さんはあのはみ出し劇場っていうのを、これはもう何年にやりますか？71年に旗揚げて、もうですからそのはみ出し劇場から椿組の移行っていうのはもうはっきり解散して新しい劇団作ったわけではなくて、いつの間にか移ってるんですが、あのどっちかともうプロデュースシステムみたいになってるわけです、今は椿組は。でもあの10人ぐらいは今日受付なんか今日やってたのが、あのそのメンバーなんですけどね。あ、いらっしゃいました。どうもお疲れ様でした。うちの看板女優、鳥居忍です。それから D-Hosenです。夏一緒にやります。僕あの田向井、照明の田向井と同級生なんで。田向井と、だから僕は芝居始める前に田向井に誘われて浅草のはみ出し見に行ってるんですよ。タコさんが出てたことで、はいはいはい。じゃああれがもう相当前です。70年代の終わりですよね。78年ぐらいです。20、じゃあもう東京出てきてすぐぐらいの70年代終わりっていう、はい、僕初めてそのテントっていうか野外見たのははみ出し劇場ですね。浅草の花屋敷の裏ですよね。花屋敷のね横手にあの稲村劇場っていう見せ物小屋があって、あ、で正月になるとさあやってらっしゃいやってらっしゃいっていう、その土の上に丸太を立てただけのバラックの、そうですね、そこを2ヶ月とか借り切っちゃって、住み込んで、時代劇でした、そこで芝居やってた、あの頃時代劇多かったですね。時代劇多かった、もう本当5、6年前までもう時代劇専門だったんだけどね、最近はまあそれこそ超無心から、小さな水の中の果実から現代劇もやりだし、で野外劇なんかの場合はチャンバラとかが似合うんですよね、そう土の舞台ですし、自然の木とかそういうのが背景にある、
で幕で囲ってて最後振り落とすと奥が新宿の街が見えると、逆に言うと時代にカツラかぶって着物着てるやつとサラリーマンが歩いてるのとのギャップが面白いという。去年の新宿もすごかったですね。消防車が来て僕見に行った時消防車が来て、ね、もう最後あの火事場でこう家が燃えるし、燃えて本当に火燃やしてたら消防車が10何台11台か駆けつけてきちゃって、本番中に消防服着た連中が中に入ってきちゃって、客はねやいやいやいや、やれやれってアイアクシデントもね野外劇ならなんですよね。僕見たのは2日目だったから、なんかもう消防車が嫌がらせてきたみたいな感じだった。ああちょっとね、嫌味っていうか、ね、またやるのかよみたいなね、かっこよかったですね。